間違った。バカかお前は。お番です。デブと仲居です。セイントセイヤスタートです。これ自分のマジの生年月日です。最悪ですね。セイントセイヤで神座は最悪です。理由はいずれ話します。この動画を見るときは部屋を明るくして、離れてみてね。マリン姉さんはセイヤの師匠です。個数を、ダメージ、アタックパワー、ムーブパワー、ディフェンスパワー、ハードパワーですな。コスモはドラゴンボールで言えば木の質量ですな。ダメージは体力、AP、DP は攻撃、守備ですな。MP は機動力、HP は精神力ですな。マリン姉さんは本来はめちゃくちゃ強いです。ただゲームが進まなくなるので弱くしたのかな。カシオスはセイヤとペガサスのクロスを競ったやつです。雑魚設定ですが、原作ではセイヤはボコボコにやられていました。最後の最後でセイヤが勝ってクロスをゲットしました。ちなみにクロスとは鎧ですな。しかもただの鎧ではなくて攻撃力、スピードもアップします。セイヤは孤児で木戸沙織のグラード財団に引き取られて、セイントになるためギリシャに送られた。このハゲー片隅、沙織の執事です。剣道三段。木戸沙織は財団のトップ、大金持ちです。武術大会に出場しろと命令されます。お前が判断するな、いろんなこと。大会の前に以前いた孤児院に行けよと言われたが、お前が判断するな、いろんなこと。その前にこのゲームで最重要課題をこなします。能力を選択してダメージの数値を1にします。そうするとコスモの数値が増えます。まるで意味がわからんぞ。となぜかダメージの数値が回復します。ちなみに私ハークションが苦手なので失踪するかもしれません。まあ、ふざけたこの野郎。みほちゃんです。セイヤと同じ施設で育った女の子です。ちなみにセイヤを戦闘マシーンとして使うサオリが嫌いです。クロスを装備するとコスモを消費するので注意です。行くぞ。カーン、ドラゴンの私有です。彼もセイヤと同じセイント派遣組です。先生、高校はランダムらしいですな。まずは経験値を振り分けて、そしてダメージの数値を1にします。
いつなぜか銃にしている。これがわからない。ちなみに戦闘シーンを挟むと病院が使用可能です。今は敵は出ないので1にすればよかったのに。お前らがバカなんで失敗するせいでどんどんロスが生じて、その分どんどんやるべき仕事ができなくなってる。分かったか、はい。キグナスの氷河です。聖夜と死友と同じです。聖夜、死友、氷河、春、一気の強さの序列は、私は一気、氷河、死友、春、聖夜だと思いますが、ただ聖陰と聖夜は設定がコロコロ変わります。これがわからない。先生お願い。もうダメだ、おしまいだ。あれ、耐えましたね。ラッキーボーイだぜ。病院はカットしました。基本的に戦闘したら病院に行きます。これに勝利するとこのイベント終了です。2位じゃダメなんでしょうか。バカかお前は。一気登場、旬の兄貴です。ちなみに聖夜、旬、死友、氷河、一気は兄弟です。まるで意味がわからんぞ。フィールド上に敵が出現するので注意。富士の風穴に行きゴールドクロスを取り返せだそうです。お前が判断するな、いろんなこと。富士の風穴に移動をします。あれは嘘だ。ここで雑魚狩りをして経験値稼ぎをします。少しでも後ろに動くと多飛します。死にました。ちなみにこのゲームは多飛してもゲームオーバーにはなりません。しかし前のボス戦勝利時に戻されます。このシーンは原作に忠実な再現をしています。死友がムーのスムジャミールに行くシーンですな。こんな感じで繰り返して経験値獲得します。このくらいで良いでしょう。春霊です。後に死友と結婚します。死友の師匠の老子に会います。ちなみに年齢は261歳です。嘘だろお前。
電車、間違った滝に飛び込むとコスモが増えます。富士の風穴に行くぞ。カーン。ちなみに初太だった私が積んだのはここですな。当時はネットがなかったので、この複雑なダンジョンを初太ではクリア不可能でした。ブラックフェニックスは雑魚です。ちなみに HP に注入しないと技は発動しません。技を使わないならキックの方が強いらしいです。暗黒四天王の一人のブラックスワンです。彼は四天王の中でも最弱です。ミスった。 DP がゼロだ。バカかお前は。全滅して病院に行ってきました。あれ、倒せない。原作でもこいつは強かったからかな。暗黒四天王を倒すと一気と戦えます。コスモが足りなくて DP は捨てないとダメですな。ヨットハウスはアニメでの聖夜の住まいです。アニメで聖夜を訪ねた時の沙織さん、かわいい。何、あのゴミを。アニメオリジナルキャラみたいですな。私はアニメはほとんど見ていないのでわかりません。そもそも原作よりもむちゃくちゃなアニメを見たいとは思いません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。